教の教えの根底に空の思想があるとか、極楽浄土の建設は仏の本願であるとか申します。皆さんはこの空であるとか浄土ということについて深くお考えになったことがおありでしょうか。今日はこの空と浄土の深い意味について、京都大学名誉教授梶山雄一さんにお話を伺うことにいたします。先生、よろしくお願いいたします。先生は大正末期静岡市のお生まれだそうですね。そうでございます。小さい頃から富士山をこうご覧になりながら大きくおなりになったんでしょうか。はい、まあ富士山は晴れてさえいれば静岡からまともに見えますもんですから、はい、毎日毎日でもね、晴れている限りは見てまいりました。京都大学の哲学科に入学なさるのは昭和で言えば何年？19年の9月になります。戦争も、ちょうどあのところ戦争末期でしたので、はい、旧制の高等学校の3年の期間が2年半に短縮されまして、それで9月に19年の9月に京大に入ったんですがね。そうですか。太平洋戦争の末期、学生の身で軍隊に取られたという。そういうことでございます。もう18年から学徒出陣と申しまして、理科系の学生は良かったんですが、文化系の学生は20歳過ぎた人は皆兵隊に取られたわけですね。戦争中生死、生や死をこう真剣に考える時代でもあったと思いますし、やはり学問の道で行くならば、やはり哲学を勉強してみたい、仏教も勉強してみたいというようなことはおありだったんでしょうか。私はもともと中学時代からはゆくゆくは小説を書いて文学者になろうと思ってたんです、しかし、戦争、もうそれは戦争始まってたんですが、高等学校に入った頃からはもうすぐに兵隊に行って戦死するに違いないと、これ私だけじゃありません、はい、その当時の高校や大学の学生はみんなそう思ってたんですけれど、それでどうせ死ぬんならもう少し直接ね、自分の死に関する学問をやった方がいいと思いまして、京都大学に縁があって哲学科の仏教学をやろうということに決めたわけでございます。そうですか。で、恩師はどなたになるんでございますか。入った時は久松真一という先生で、これも禅の大家としても有名ですし、あるいはお茶とか能とか、そういう芸術の面でも非常に傑出した先生でした。禅の方でも実際明神寺などで座って瞑想し座禅をしておられたんですが、かなり高いところまで行っておられた方ですね。そしてしかも在家で一生通してお盆さんにはならなかった、そしてしかも独身で最後まで独身を通された方ですね。卒業後は母校にお残りになってずっと京都大学の教授ということですが、京都大学を定年退官後仏教大学に向かえたんですね。仏教大学へ行きまして、ちょうど、正規には7年、あと嘱託教授というのが2年ありましたから、9年間仏教大学におりました。先生のような有能な学者先生は引っ張りだこだと思うんですが、仏教大学をまた退職された後、今東京の研究所にいらっしゃるんですよね。ちょうど丸2年前ですが、仏教大学を辞める頃になりまして、創価大学の国際仏教学研究所という、仏教学の研究所を作りたいということで私に話がありまして、では私は企画を頼まれたんだと思って、企画だけ作って出したんですがね、そしたら実際には私に来てくれということで、所長としてその研究所に行くことになって、今2年経った
でございます。でその所長さんでどんなことをスタッフの方と研究してらっしゃるんですか。はい、スタッフにはあと2人非常に優秀な湯山明先生と唐島誠司先生がおられるんですが、まあ、3人とも初期の大乗仏教の研究をしようと。で中でもまあ法華経を中心にしてあの研究をしていこうというそういうことでみんなそれぞれやっているわけですが、まあ、特にまあ共同研究みたいなものもするわけですが。ですか。さて今日は最初にも申し上げましたように空と浄土についてお話を伺うわけですが、私あるいは一般の方もですね、空という思想と浄土という思想はこう別の思想であるようにどうも受け止めがちなんですが、その辺梶山先生に今日はじっくりとお話を伺いたいと思いますが、糸口として、まあ、例えば江戸時代におりました鈴木翔さんという人のから話をしてまいりましょう、はい、この人もあの禅浄宗宗と申しますが、禅と浄土と並んで宗は 2つというですね、はい、治めた人修行した人という、まあ、これはあの中国にも禅と浄土と一緒にやっていた人は例えば雲清志功という人がいますが、まあ、そういう人もいますし、日本では鈴木翔さんが有名でございますが、この人がその臨終の時になって息子を呼びつけましてですね、はい、その夢じゃさという言い方をする、夢じゃさと息子に言うんです。そうするとその息子の方はですね、あの誠にこの世というものは夢のようなものでございますと、まあ、父親に対して答えるわけですね。そうすると翔さんの方は違うと、そうじゃないんだと、ただ夢じゃさと言って死んでいくわけですね。まあ、その場合その息子の方はその父親が臨終に言ったことは、まあこの世というのは夢のように儚いものだと、だから夢のようだと言ったんだと思ったんです。しかし翔さんはそんなこと言ってないんですね。人生は夢そのものであると、だから夢のようなものだと付け加えるのは全く自分の考えていることと違うんだと言って、それでただ夢じゃさという形で息子を訂正してですね死んでいったわけでございますが、まあ、ここでも夢じゃさというこの夢というのは、まあ般若経の中に現れます塔の例え、塔の比喩というのがございまして、まあ、塔全部言うわけにはいきませんが、まあ、夢であるとか幻であるとか陽炎であるとか、あるいは雷電、雷の光であるとかですね、山彦であるとか、まあ、そういうようなものをが人生のよ人生を表すものだという例えがございます。まあ、その最初に出てくるのが夢でありますが、だからこれ例えと言ってもこれよそういうように儚いものだということじゃございませんで、人生にしても何にしてもあらゆるものは実は夢なんだと、夢そのものであり幻そのものであるんだという、そういう意味で言っているわけなんですね。5世紀から6世紀にかけての中国に敦鸞という偉い学者がおりました、はい、まあ、この人はインドの世親の書いた無量寿経論に注釈を書きまして、まあ、浄土論中と申しておりますが、まあ、大変有名なそして重要な浄土教の学者であったわけですが、この人がこういうことを言うんですね。その我々が念仏をして浄土に生まれるとか、まあ、この世で死んで浄土に生まれるというようなことを言うんだけど、生まれる人もそれから生まれて浄土にいる人も実は実際にいるんじゃないんだと、それは仮の名ばかりの人間であると、浄土というのも実は仮の名ばかりのものであるということを
いうわけなんですね。まあちょっと驚くようなことを言っているんですが、実はその仏教ではこの仮の名ばかりというのは仮名という、まあカタカナやカナ、カナ文字というときにカーナと書きます、はあはあ、同じ字でありますけれど、それを仮名と呼んでおりますが、それはその実体がない仮に作られた名ばかりのものであるという、そういう意味で使う言葉なんですね。ですからドンランはその江戸の、江戸というのはこの世ですが、はい、この世の仮名の人、名ばかりの人が浄土に行って仮の浄土の仮名人、浄土の名ばかりの人間になるんだと。実際そこに人間とか死ぬとか生きるとか生まれるとかいうようなことも何か実体的にあるわけではないんだという、そういうことを申しているわけですね。まあこれ大変どうもちょっと聞きますと、それじゃ浄土もないのか、ここで念仏している人間もないのか、浄土へ生まれるということも生まれた人もないのかというふうに、驚く方もおられるとは思うんですけれども、実はそういうことをドンランが申しましたのは、そのドンランに先立つ2世紀から3世紀のインドに現れましたリュージュという、まあ、ナガルジュラという名前ですが、中国日本ではリュージュと呼んでますが、この人の思想、まあ、それこのリュージュという人は空の思想を大成した人なんですね。その人の思想を受けてドンランが今申したようなことを言うわけであります。それでまあそういうことになりますと、まあ、ドンランが言いますのは、仮に私がこの世で死んで浄土に生まれたとして、それは縁起であって、別にその生まれた私がこの世にいた私と同一でもない。もしその私、この世の私が浄土の私になったとすれば、それは同じじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、そこには同一の関係というのはないんだと。なぜならば、もし同一であったならばですね、原因と結果、この世の私と浄土の私というものとは同じものになってしまって、そこに私がこの世で念仏して浄土に生まれたんだという因果関係は成り立たないじゃないかと。そうかと言って、じゃあこの世で念仏している私が全くその浄土に生まれた私とは違うんだというかというと、そうでもないと。もし全く別だったら、例えばですね、壺というものはその布のような布切れからできたと、これそんなことありえないですね、はい、別々一つの血管が全く違った、性質の違った原因から生まれる、別なものから生まれるということはできない。そうしますと、その因果関係一般を考えた場合に、原因と結果というものは同一とも言えない。同じだったら原因結果と分けて言うことはできませんし、違ったならばこの壺は布からできるということも言えるわけですね。だから違ってもいないと、つまりそこには同一の関係も別に違っているという関係もない。因果関係というのはそういうものだということを、まあ、リュージュという人は言っているわけなんですね。縁起と、まあ、仏教で申しますけれど、その縁起ということは、その原因と結果との間に同一関係もないし、別にな違ったものという関係もないんだという、そういうことを言っているんですが、まあ、その考えをドンランは引き継いでいるわけですね。先ほど翔さんが臨終の時に夢といったエピソードをご紹介いただきましたけれども、その禅と念仏に生きた鈴木翔さんが
死を迎えて夢じゃと言ったというのは、今そのドンダンの例や龍樹の例をまあ実践したというのか、それを翔さんは受け止めて、そういう死を前に言葉が出て、そうだと思いますね。ですから翔さんにとっても、あの龍樹やドンランと同じように、この世は夢だと、夢のようだというじゃなしに、夢であり幻であるということなんですね。まあ、私どもはその自分も、それから自分の周りのものもみんな事実としてあるんだと思っているんですが、果たして本当にそうなのかどうかということですね。そういうもの、全てのものは実はその本質が空なものであり、そして全てが奇妙だと、仮に名付けられた、言い換えればその言葉だけのもの、概念だけのものを我々が勝手に実体があるんだと思っているに過ぎないんだと、そういうことを言いましたのが般若経であり龍樹の思想であったわけなんですね。その考え方が鈴木翔さんにもドンランにも、あるいはその後の法然や親鸞というような人にも受け継がれて、浄土教というものの中にもそういう空の思想が流れているんだということを、まあ申し上げたいと思うわけでありますが、まあ空と言いますと、まあ何もないんだと、こういうふうに思ってしまわれると困るわけですね。まあ実体がないのが空だと、あるいは名ばかりのものとか概念に過ぎないんだというようなことを申しましたが、まあ、まずその実体がないという時の実体というのは何かということですね。はい、まあ、これは、まあ、哲学の用語を借りて申しますとですね、その自律的、他のものに頼らないで自分だけで存在しっていうもの、自律的なもの、それが一つの条件ですね。それから絶対に変化しないもの、それが実体のもう一つの本質でございます。それからどこまでも永続的、長く永久に存在し続けるものという、それが三つ目の条件ですね。それから実体というものはその単一のものでないと具合悪い、そのいろいろな複合物ですね、いろいろなものが寄せ集まり部分となって出来上がったものは実体ではないという、だから言い換えますと、その自律的で変化しないで、そして永久に続く永続的で単一なものと、こういうのが、まあ、仏教が考えている空実体というものなんですね。ところがそういう実体を持ったもの、実体というようなものはどこにもないんだというのが空の思想ということになるわけですね。まあ、具体的に例を挙げますと、その実体っていうのはどんなもんかというときに、私たちが思いつくものというのは、まずその一神教の神ですね。これはまあ仏教にはございませんが、あるいは東洋の人の中にはないものですが、西方の方では、西方ではそのこの世界あるいは宇宙というものを作り出し創造して、創造した唯一な神、ただ一人の神というものを挙げるわけですね。しかしだから神様というものが生まれたり死んだりすると、そういう神が生まれたり死んだり変わったりするということは誰も考えない。ですからこのそういう形の一神教の神というものは、あの実体としての神と考えられているわけですね。それからまたその個人について言いますと、まあみんな仏教では無我、霊魂というものはないと、自我というものはないということを言うんですが、世間では人間にはその霊魂があるという、魂があると考えている。この魂というものは普通の人が考えましても、私が死んだからと言って私の魂がなくなってしまうわけではない。魂は、霊魂は永遠不滅なものだと考えている。そしてそれは
変化もしないし単一なものであるというふうに考えているわけですが、仏教ではそういうものはないというんですね。だから神とか魂というものは実体として世間では考えているわけです。それからまたその仏教でよく言いますのは空間とか時間という、まあ、時間や空間、まあ、これはアインシュタイン以来だいぶ変わってきていますけれども、時間とか空間というものは永久に変化しない実体としてあるんだという考え方もしているわけですね、一般には。それからまたその19世紀までは学者、物理学者、科学者でもそのあらゆる物質の要素として原子というものがあると、この原子というものは絶対に壊れない、そして不滅で永久に存在すると考えていた。この原子というものも実体の例として挙げられると思うんです。ところがそういうものは存在しないんだと、そうみんなが実体として考えているものはどこにもないんだというふうに仏教は否定しているんですね。例えばこの世親という人は有意識二重論という書物を書いてますが、その中で一番重要な課題は主題は原子の否定なんですね。ですからありとあらゆるもの、机でもお茶碗でもですね、その他全てのものに実体はないというのが空の思想と言われるものなんですね。まあ、机なら机の例えで申しますと、この机ってのは私がその前に座って本でも読んでおれば、それは机なんです、はい、しかしその机というものは自主的にそれ一人で存在しているかというとそうじゃないですね。例えば木こりさんが山の中へ、林の中へ入っていって木を切ると、はい、その木を誰かが運んできて、建具屋さんが木を木片を合わせて机の形を作る、それにペンキ屋さんが色を塗る、そして誰かがそれを運んできてこの部屋へ持ってきて、空にとどまっていることはできませんから、床の上に置くと、はい、そうするとこれ初めからしまいまで机というものは自律的どころかですね、他のもの、他の人、他のものに依存して寄りかかって初めて存在するわけですね。あるいはじゃあそれが変化しないかというとそうはいかないんで、机というものは斧で叩き壊せば滝になってしまいますし、火をつければそれが燃えて灰になってしまいますし、猫が来てその上へ寝そぼったらそれは机ではなしにベッドになっている、私がそこへひょいと腰掛ければこれは椅子の役割をしているわけですね。だからその机っていうのは一体何なのか、机と思ってたら椅子になりベッドになってしまったということが実は事実なんで、そういう意味からもその実体としての机というものはないんだということになるわけですね。まあ、我々はいつでもその概念とか言葉というものにとらわれて、それが概念としての机、言葉としての机が実際にあると思い込んでる、その思い込みがその実体に他ならないんで、その思い込みというものは実際の世界にはないんだというのが空の思想だという、そういうことになるわけでございますね。例えば我々の心の問題でも、幸せだという目に見えない、まあ日々元気でいるという健康であるという幸せもありますが、それは今はそうであって明日はわからないよというふうな言い方をいたしますと、健康心の問題も実体はないよ、空なんだよという、なんとなくこう分かるような気がします。心というものが一番いい例えなんじゃないでしょうか、はい、つまり机なら机ってのはまあ何十年かくらい、家でも何十年やは持つかもしれないから、これが一つの実態として私は家を持ってんだと言うかもしれませんけど、自分の心を考えますとね、心ってのは瞬間瞬間に変わってるんですね。今
いいことを考えていても次の瞬間には私は悪いことを考えることができるし、そのように、心というものは瞬間瞬間に変わってるわけですね。そうするとそういう変化しているものを実体であるとは言えないわけです。で心の場合はそれが分かるんですけれども、物になりますとみんな何か実体があるように思い込んでるんですが、実はこれはね、まあ、仏教では刹那滅ということを言いまして、はい、この理論は哲学の中でも最高度に発達していると思うんですが、仏教の刹那というのは瞬間のことです、はい、あらゆるものは瞬間瞬間に変わるんだという、その刹那滅論理論はですね、仏教全体どんな学派でもこの理論を採用しない学派はないと言ってもいいくらいに一般的なものなんですね。物というものもよく考えてみたら一瞬一瞬に変わってるんだということですね、だから、まあ、あまりそれに深入りするいとまはございませんけれど、しかしね、ただ私申し上げておきたいのは、まあ、今までのところ浄土にはマドンランに従えば浄土には実体がないんだと、人間にも実体がないんだというようなことを申しておりましたんですが、まあ、世の中には空の用と役割、空というものが役立つんだと、はい、空有という言い方をすることがありますが、はい、それはあるんですね、だからむしろそのものが固定的に実体としてあったら何にも変化もしないし成長も発展もしないわけですから、実際にものが成長し発展していくということは実はものが空であるからなんですね。ですから例えば人間が、その人間ってのは他の動物や植物や自然と変わって自分で努力して文化というものを傷つけ引き上げてその文化生活をしているわけですけれど、人間は文化的な存在であると言った場合に、じゃあその文化っていうのが実体としてあるかというととんでもないことですね。文化のあらゆるもの、はい、話が小説にしても、まあ、文学作品全体にしても映画にしてもですね、あるいはテレビの映像にしても、全て芸術作品にしてもですよ、彫刻だ絵だというようなものにしても、これはフィクションですね、ある意味極端に言えばフィクションであって、決してそのものが実体としてあるなんて言えない。だから我々が文化的に生活しているということは我々が空の世界に生きているということ。文化というものも先ほどから申しますように空だから空なんだと。しかしその空があるからこそ文化が成立し、人間が人間らしい生活ができるんだという点では、まあそれは空の大事な役割なんですね。だから我々の考え方が実は間違っているということになるわけですが、まあ今実体ということを話しておりましたが、あらゆるものにはないんだと、実体がないから空だということになるわけですね。まあその場合、そのじゃあなんで我々みんな実体があると思っているのかというと、我々は普通その概念と申しますか、まあ、それが言葉に表され発音されて音を伴った言葉というものになりますんですが、その概念とか言葉というものが実在すると信じ込む、そのことによって実体があるんだというふうに考えているわけですね。その空の思想の概略が分かりました、はい、でその空の思想が浄土の背景にあって実は別のものではないということも先生のお話で分かりました、はい、じゃあその浄土の方にこう話を戻しますが、その浄土の中にその空の思想がこう生きている、あるいはその浄土教の類の教えの中にその空の思想が大変こう息づいているというのは、はい、どんなところに
あるんでございますか。じゃあ浄土教の一番その大事な経典であります大無量寿経というのがありますが、はい、まあ、大無量寿経の中にも空の思想があるということをお話してまいります。もっともこれ大無量寿経に限りませんで、はい、大乗仏教仏教の経典と言われるものですね、はい、まあ、般若経はもとより空を説いた経典ですが、法華経にいたしましても華厳経にいたしましても、みんなその空の思想というものを持っていないものはないと言っていいんですね。実際に般若経や空の思想からの引用というものは法華経にも華厳経にも山ほどあると言っていいわけであります。まあ、浄土経で大事なその大無量寿経という経典にどういうことが書いてあるかと申しますと、これはその阿弥陀仏がまだ成仏しな仏陀ならないで菩薩であった時にですね、まあ誓いを立てます。誓願本願というのがそうですが、その誓いを立てまして、その自分がそのこの悟りを悟ったならば、こういうもう火の打ちどころのないような浄土を作ろうという決心をして修行に入る、そしてもう無限とも言えるような長い長い期間にわたって、もう欲望の心であるとか怒りの心であるとか暴力の心であるとかいうようなものは一瞬も持たない、全て六波羅蜜と言われる、まあ、大乗仏教の基本的な修行でありますが、六波羅蜜を修行してですね、瞬時もその5つの感覚ですね、感覚の対象にとらわれることがない、あくまでも正常な清らかな、そして真実の心を貫き通して、それも2時間や3時間ということではなしに、まあ、何千万何億万年というような長い期間、一瞬もその真実の心と失わなかったということがまず書いてあります、はい、そうして仏さんに阿弥陀仏という仏陀になって、なった時に安楽国というのは本当の名前ですが、まあしかし阿弥陀経などには極楽という字も使われております。極楽とか安楽国と言われるいわゆる浄土を建設して、そこにあらゆるものを自分を信じ念仏さえすれば迎え入れるんだということになったということが書いてある。しかし今お話しているのは、その阿弥陀仏が菩薩であった時に、大変まあ無限と言えるような長い時間にわたって、一瞬も自分の欲望や怒りの心や感覚にとらわれるということがなかったという、その真実の心ですね、誠実な心というものを貫き通したという、そのことが大事なんですが、そしてその同じ大無量寿経の下巻の一番最後の方に五悪団、五つの悪は善悪の悪ですが、五つの悪団はそういう章の名前、第一団第二団というような団ですが、五悪団と通称されております部分がありまして、そこでは今度はそれ阿弥陀仏の修行とは対照的にですね、この世の人間っていうのはどんなにその嘘と偽りに満ちていて、そして自分の貪欲や怒りや無知というものをさらけ出して、その結果として地獄に落ちたり、ガキ畜生に生まれたり、人間に生まれても苦しみにあったりする、そういう過報を受けているんだと、そのことをまあ随分長い文章でもってルールとして書いてあるんですね。これだから片一方ではその法蔵菩薩、ごめんなさい、阿弥陀仏が菩薩であった時のあくまでも正常で清らかで真実な心を貫き通して修行したと、そこには嘘偽りは一つもなかったということと、それから一方他方では一般の我々自身がやることなすことですね、全て嘘偽りに満ちているんだと、まあ
聖徳太子はその世間故慶唯物是真と、世間この世間というものは嘘偽りに満ちていて、ただ仏だけが真実であるということを言われましたが、まあそれも仏教の思想をとって言っておられるわけでありますが、そういうふうな仏の方は、如来さんの方はもう徹頭徹尾無限の時間にわたって正常で真実な心を貫き通して修行した。それに対して我々はたとえその良いことを善事と、良い道徳を守り良いことをしたように見えても、その底にはですね、俺がああいうことをしたんだ偉いだろうというような、これは間違った心が入り込んでいるわけですね。だからその対象です。仏さんは清らかで真実だと、で自分たちってのは一辺の清らかさも一辺の真実もなしに嘘偽りに満ちた生き方をしているんだという、この対象、まあ、二極 対立的なところ、これがその浄土教の祖師方というものには共通して非常に深い影響を与えているわけですね。何かこの極楽浄土という特別のこう世界があって、実態があって、私たちは善行を積むとその極楽世界という特別な世界に生かされる、やにこう考えがちですが、そういう実態もないんだと。私どもの方はですね、仮に良い行いというものをしたように見えましても、そこには一辺の清らかさも真実さもないんだということですね。でこれを言い出しますのは、これはその親鸞はもとよりですけれども、法然も禅宗も、つまり浄土教の主だった方々というのは、いつでも我々は造毒の禅という、造毒というのは毒を交えた、毒を交えた良いことと、禅ということを言うんですね。これは我々非常に良いことをしたというふうに思っていても、そのこと自体の中に毒が混じって本当の善と言えないんだと。だから如来さんの清らかさや真実というものと比較もできないんだという、この自覚ですね。それが浄土教の祖師や信者たちの確信にある考え方ですね。なぜじゃあ毒を交えた善というのはどういうことかというと、実はこれが出てまいりますのは、般若経の中で初めて言い出される言葉なんですね。これはまあ世間一般では三輪正乗と、三つの輪というんですが、三つの輪が正乗というのは清らか正常ということですが、という形で言われますが、例えば私が A さんにが困っているもんだから A さんにお金を提供したという、そういう、まあ、これはある意味じゃ大変な、ある意味って言いますか、普通には立派な、良いことなんですね、はい、ところが私がという主体を意識する、 A さんにという客体を意識する、お金をやったんだというその作用とか、あるいは対象ですねを意識している、そういうふうにそのそれぞれの要素に、善なら善、良いことの要素になるような三つのものを実体として考えて、それにとらわれる、己の善事にとらわれるということがある限りは、それは毒を交えた善であって、決して如来様のように本当の意味で清浄清らかで真実な行いということは言えないんだという、ここがポイントですね。そしてそのことを書いている、つまり良いことをしても、その主体と客体と対象という、あるいは作用というものを意識している限り、つまりそれを空として見れない限りですね、実態にとらわれている限りは、それは善でも何でもないんだぞということですね。だから道徳を、我々が道徳的な生活をして、良いことも行い、福祉も行い、人のためになったと自分では思っているけれども、それは阿弥陀如来から見ればですね、善でも何でもないと。それはなぜかというと、そういう空というものを知らないで、
己にとらわれ、その3つの要素にとらわれているんだから、それはもう全く宗教的には意味がない行いであるということになるわけですね。二極対立というな変な言葉を使いましたんですが、要するにその如来様、仏様の方は無限の時間にわたって一瞬もその偽りの心、清らかでない心、真実でない心を持たなかった。それに対して我々の方はどんなに良いことを、善事と言われるような良いことをしても、それが己にとらわれ、そしてその要素になっている主体とか客体とか対象とか作用というものを意識して行っている、それが毒を交えた善というんだというふうに般若経に実は書いてあるんですね。だからそれを封じてしまって、その全くそのそういう俺がどな誰それに何をしたという意識を持たないで行わなければ、本当の意味の善にはならないんだということですね。まあそういうことからだんだんその浄土教の方に入ってまいりますが、その親鸞の場合ですね、実はこれは普通にはその気の人心、気というのは気根ということです。はい、気の人心というのは深い信仰という、深い信仰、気の人心と言っておりますが、それと法の人心、法の人心というのは法は普通の仏法という時の法ですが、それに対する深い信心という、この2つがですね、実はやはりその今申しました全くその二極対立の関係にあるわけなんですね。なぜかと申しますと、これは親鸞の場合にはそのこれはもともとは禅道の言葉であったわけでありますけれども、禅道は二つ、信仰というものには二つあるんだと。一つにはですね、決定的に深く自分は誠に罪悪が深くて生死に迷っている凡夫であり、遠い遥かな昔からこの方ついに悟り、いつでも没落し、いつでも輪廻流転して、悟りの縁は全くないと、そういうふうに信ずること、自分は悟りの縁は全くないと信ずることが、まあ、そういう自己批判でありますが、それを気の人心と、そういう信仰、信心を持たなくてはいけないと言った。でもう一つ、それと同じものがそれと 対立するような形で、もう一つ信心にはもう一つ法の人心というものがあるというんですね。この法の人心というのはいわばその救済の保障といったようなもので、それは禅道の言葉ですが、その阿弥陀仏の四十八願と、まあ、本願でありますが、阿弥陀仏の本願は、衆生を納め取ってくださるから、衆生は疑いなくおもんぱかりなく如来の本願の力に乗って確かに浄土に往生することができると信ずると、それを第二番目の信心という形で禅道は言うんですね。ところがこの二つ、信心を二つに分けて、自己批判の部分とそれから法の保障、救済の保障というふうに分けて禅道は言ったんですが、ここには矛盾があるわけですね。この矛盾は実はもう法然も気づいておりましたと言って、特に親鸞はその矛盾に気づいてこれを解決しようとしているわけなんですね。でなぜかと言いますと、その矛盾と申しますのは、自分はもう輪廻転生を繰り返して、まあ、到底その救済される、悟り救われる縁がないんだと、そういうふうに片一方で自己批判する、その気の人心と、すぐ後に出てくる2番目の、しかし阿弥陀仏は必ず私を救い取ってくださるんだという法の人心、まあ救済の保証と私申しましたが、そういうものとは矛盾してるんですね。縁の、悟りに縁のないものがなんでその浄土に生まれて救われるんだという
これはおかしいじゃないかと、まあ、法然は実際そう言ってます。ところが親鸞はここでその一つの言う、まあ、禅道の言葉、禅道におきましてはこの二つの人心ってのは私どもが衆生がそういう二つの信心を持たなくちゃいけないと言っているんですが、親鸞もそれを逆転してしまうんですね。そうじゃないんだと、実はその自分がそのいつでも没落して輪廻転生を繰り返して悟りに縁がないんだという、それも実は阿弥陀仏のエコーであると、阿弥陀仏がそういう信心を私どもに与えてくれたんだと、阿弥陀仏が菩薩であった頃に行った、まあ、類いまれな他にはありえないような修行、その修行の中のその清清らかで真実な心を我々に与えてくださって、それがその自分の修行のメリットというものを転換して修行に与えてくださったんだという形、そういうふうに親鸞は理解するんですね。二つの信心というのは決して修行自身がそう思った信じたということじゃなしに、阿弥陀仏が与えてそういう 2種類の真実を与えてくれたんだという形で親鸞は解釈する。そうするとこれ矛盾が矛盾でなくなる、両方とも阿弥陀さんが与えてくれた信心なんだからそれをいただけばいいんだという形になるわけなんですね。その仏教一般ではその人間というものには霊魂はないんだと、要するに心と物とがより集まって人間の心身というものができているだけで、そこに霊魂という実体がないからみんなないわけですね。そうしたらもし人間の中に自我と言われる霊魂と言われるようなものがなかったら自分と他人の区別がつかなくなるわけですね。だから自他平等というものが出てくる、だからこれはそういう空の思想から平等の思想が出てくるということですね。それから今度はもしそういうふうに自他平等というようなことが打ち立てられますと、自分が行った良い行為のメリットというものを他人に与えると、他人にエコーするということができるということになる。これは清浄仏教の合法輪廻の思想では絶対になかったことなんですね。それじゃなしにその大乗仏教になってあらゆるものは空であるということ、だからあらゆるものはその空であることにおいて平等であるということになりますと、空というのは実は転換の思想なんです。何でも変わるというね、本質がない、実体がないんですから、 A が B になるということは いつでも可能になる。だから自分の成した良い行為のメリットを他人に与えるということもできるわけですね。そういうのもその、まあ、私はその自分のメリットを他人に与えるというのを方向の転換と名付けております。もう一つは質的な転換で、自分が行った道徳的な世間的な良い行為を悟りという、これは世間のことじゃありません、幸福とか不幸というのは世間のことですが、悟りというのはそれを超越した次元の違った世界でのこと、その悟りに質的に転換してしまうわけですね。ですからなんか良いことを行ったらそれを質的に転換して、内容を転換して自分の悟りのためにするということですね。その方向の転換と内容の転換というのが2種類がエコーにはある。それで親鸞の言っていることはですね、その阿弥陀仏が菩薩の時に清浄清浄真実な修行というものを無限の時間にわたって行った、その行為のメリットというものを自分で独占しないで自分でその結果を受けるというのでなしに、修行の方へ我々の方へ与えてしまったんだと。だから我々はそれをいただいて、そして阿弥陀仏のおかげで信心を持ち、阿弥陀仏のおかげで念仏を唱えて
救われていくのであるということですね。ですから親鸞の場合よく他力本願とか本願他力という、まあ、よく誤解される言葉でございますが、他力というのはそのエコの考え方なんですね。決してその阿弥陀仏が全て、信心も念仏という行も阿弥陀仏が我々に与えてくれたんだと。で、阿弥陀仏というのは自分じゃありませんから、自分でそうしたんでなしに、阿弥陀仏という他力によって我々は益をされ救われていくんだということなんですね。だからこの益をという考え方が出てきますのは、またこれも般若経でございまして、その第6章というところに随喜と益をというチャプターがございます、はい、これは随喜っていうのは自分が良いことをして、それでそれをその結果を喜ぶというようなことじゃありません。自分以外の他の仏さんや、その仏さんの弟子たち、あるいは一般の人たちというような、そういう他人ですね、他人が行った良い行為を我がことのこととして喜ぶというのが随喜と申します。従って喜ぶと書くんですが、ちょっとこれなんだかおかしいんですね。人が良いことをしたのを自分のメリットとして喜ぶというのはどういうことだというと、ここも空の思想なんですね。つまり霊魂とか自我というものがなければ、自分と他人とが 一体になってしまう、平等になってしまうから、人の良いことも自分の良いことも区別がないということなんですね。だから人の良いことを喜んで自分のメリットにするという随喜というものが成り立つし、それから栄光というものも自分が良いことをしたらそれを人にあげてしまうんだし、しかし今の場合、親鸞の場合には、阿弥陀仏が自分で苦しい修行をし続けて、そして真実と正常さ、清らかさというものを持ち続けた修行をした、そのメリットを我々に与えてくれる、ね、我々はその阿弥陀仏の力、他力に頼りさえすれば、その他力の力に乗りさえすれば救済されるんだという形なんですね。それがまあその悪人正気ということを親鸞はまた「歎異抄」の中で言ってるんですが、これは善人な表往生をとむ言わんや悪人をやと、善人でさえ救われると法然上人には言ったじゃないかと、まあ実際法然上人というのはよくないですが、善人でさえ救われると世の中一般の人は考えている。しかし本当のところを言うと、善人じゃなしに悪人の方が、まして悪人の方が実は阿弥陀仏によって救われるんだと、それが本当だという。つまりその悪人だというのは、今までお話してきましたように、我々がどんな良い行為、どんな激しい修行をしてみたところで、それはみんなその、毒を交えた善であって、本当の宗教的な価値はないと、そういう悪人なんですね。そういう悪人に対して阿弥陀仏という他力が我々に全てのものを栄光してくれて、それによって救われるんだということになる。だから悪人の方が実は阿弥陀仏の本当の正気、正しい対象、救済の対象なんだというわけですね。まあ、悪人正気という言葉を使いますが、こういうことを考えてみますと、栄光にしましても、その善悪の対立にしましても、それに対する親鸞の解釈にいたしましても、これ全部空の思想だとであると言っていいわけ。現にそういうエコーの思想とか、あるいは毒を交えた善だなんていうことは、これ般若経に書いてあることでございますから、そういうその般若経に書いてある思想が浄土教の基本的な思想になってるんだということですね。空と浄土というテーマで、空と浄土というのは相反する考え方というか教えというふうに一般的には受け止められているけど、そうではないんだというお話を伺いまして、最後に先生が、空の思想は平等の思想でもあるんですよ、エコーは方向の転換であったり内容の転換であったりということになりますと、先生は
どんなメッセージを。早い話がエコロジーですね、はい、生態学の問題ですが、まあ、仏教のいいところはですね、人間というものをその動物であるとか植物であるとか神々であるとかいうものと全く区別いたしません、はい、まあ、六道とか五道とかいうことが言われますように、その地獄、餓鬼、畜生は動物ですが、畜生、阿修羅、人間、天上、天上というのは神々、はい、これ一つ一人の神じゃありません、無数の神々ですが、そういうものの間を同じようにみんな輪廻するんだと考える。つまり言い換えれば、はい、人間も動物も神々も区別がない、はい、それは全くみんなが空だから、そのみんな平等だという考え方ですね。そうすると今やかましいそのエコロジーの問題とか環境の問題というものに対してですね、この仏教の空とそれから平等の思想というものを適用できるんですね。実際まあ日本であの生態学をやっている方々っていうのは、そこを仏教思想の中に新しい21世紀の在り方、まあ特に環境問題や生態学の問題に対して仏教は大変大きな指針を示唆を与えるもんだということを皆さんおっしゃってるんですね。で、私もその通りだと思います。基本はだから、もしあらゆるものが空であると実体がないという立場から見ればですね、人間も動物も植物も自然さえもがですね、実は区別されない平等なものになるんだと。だからまあ、中国や日本では山河大地、四海上物と山や川や大地でさえも人間と同じようにみんなブッダになるんだということを言うわけですね。だからそういう世界にまで立ち入らないといけない。それが本当の意味での環境問題でありエコロジーであると、まあ私はそう思うわけであります。限られた時間の中でございましたけども、いろいろとありがとうございました。どうも失礼しました。